夏目義信は戦国時代の武将、松平氏の不代家臣。一時資料上で確認できる実名は広継である。静岡県浜松市中国の橋の夏目次郎左衛門、吉信畑忠比夏目氏は古くから松平氏に仕える不代宗であった。永正15年、夏目義久の子として三河国発軍豊坂村にて誕生。永六四年、 三河長沢白攻めで軍港を挙げ、A65 年に板倉重貞を攻めた三州八万合戦の際には、今川氏の攻撃で、家康方が総崩れになった際、殿を務めて、国府までの間、六度踏みとどまり奮戦したという。後に、家康から軍道を称され、備前長考作の脇差しを賜った。ところが、A66 年に三河一向一揆が起こると、 一気側に加担し、大津半江門、乙部八兵衛、車佐勝蔵門徒と共にの和城にこもって、松平家康に背いて敵対した。しかし乙部八兵衛の内通によって、取り出が陥落すると、せめての松平一中に囚われたが、乙部の除名嘆願によって許され、伊達氏の付属となった。後に、忠義の死であるとして、伊達氏が家康に嘆願して、正式に帰参を許された。 同年7月3日、三河はう江の軍来となる。元気3年の三方ヶ原の戦いの時、吉信は浜松城の留守居だったが、矢倉に登って戦場を遠望して三方が敗色濃厚なのを知って、家康の救援に向かう。退却を進言するが、止めるのも効かず、家康が決死の突撃をしようとするので、説得を諦めて強引に乗馬の向きを変えて、 刀の胸で撃って走らせた。家康を逃がすために、二十五家を率いて、武田勢の手に突入して奮戦。身代わりとなって戦死した。去年五十五。墓所は、愛知県ぬかた郡高田町の秋吉寺と愛知県、岡崎市元塾町の宝蔵寺境内にある。校舎は、吉信の忠節を称えて家康が混流させたもので、ある。家康は吉信に、真、 重鉄中のごを与えて、寺にガ配ハエクヨを命じた。また、静岡県浜松市中区の際が、崖資料館の傍らに吉信の中節をたえる、夏目二郎左衛門吉信旗中飛がある。なお、吉信の伊豆を、吉次は、口論となった同僚を切り殺し出奔し、変名して、徳川氏に仕えていた。関ヶ原の戦いの直後に、家康にそのことが露見するが、父、 よしの忠の節を考慮し、許された。また、大阪夏の陣の後に、家康に呼ばれ、今こうして、入れるのも、お前の父のおかげだ、感謝していると礼を言われ徳川秀忠の家臣に、敗された。